お笑いコンビ品川庄司の庄司智春さん48が25日映画の公開記念イベントに登場夫婦仲を保つために大切にしていることを明かしました庄司さんが白のタキシード姿で登壇したのは映画「ラブアクチュアリー 4K デジタルリマスター」12月6日より新宿ピカデリーほか全国公開のイベントロンドンを舞台にしたラブストーリーにちなみ妻藤本美樹さん 39との愛の形についてトークしました。結婚して約15年大切なのは当たり前だと思うなよ。映画のイベントに登場した庄司智春さん。2009年に結婚し、夫婦となって約15年の庄司さんと藤本さん。庄司さんは改めて、藤本さんとの馴れ初めについて分かりやすく言うとナンパ熱烈交際アピールをして、 何ヶ月もいなされて彼女が諦めてくれて交際に至ったいきさつがあると説明しました。そんないきさつがあることから、藤本さんによく言われていることがあるという庄司さん好。好きだ、好きだ、好きだ、好きだって言っていた。よくミキティに、あの頃の気持ちがなくなったら、すぐ別れるからね、と言われているんです。だから、結婚して当たり前にいる存在にはなるんですけど、当たり前だ